けましておめでとうございます。沢井美優です。ろくちゃんも挨拶しますか？聞こえましたでしょうか？ろくちゃんからの新年のご挨拶でした。2023年になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？もうすぐ新年迎えて1週間が経とうとしておりますが、まあまあ特に例年通りといいますか、あまり変わらぬ日常を過ごしております。2022年、私結婚をいたしまして、変化の年かなとも思うのですが、さほど生活には変化はなく、毎日楽しく笑顔で過ごしております。こちらケーブルカーに乗っております。私高尾山にやってまいりました。高尾山のケーブルカーで上に向かっておりますね。この日はとってもお天気がよく、キラキラと気持ちいい天気でした。2022年は私結婚いたしましたので、とても変化のある年ではあったのですが、特に毎日の過ごし方はマイベースで変わらぬ日常となっております。でもね、2022年、結婚もそうなんですけれども、 YouTube を始めたということが私の中では大きかったかなと思ってます。私自身もだし、友達にも言われるんですけど、まさか YouTube やるとはとか、編集できるのとか言われることが多いので、まあできてるのかな、皆さんに楽しんでもらえてるのかなとちょっと心配にはなりますが、楽しんでいただけてるといいなと思います。お、そろそろ上に着きそう。このケーブルカーね、すごい、この最後の方がね、急で力抜いたらね、傾いちゃう感じでね、楽しかったです。ケーブルカー、そしてケーブルカーがついて、歩いていくと登山コース1号路を歩くこと約3分、道沿いにございますタコ杉、その名の通り根がタコのように曲がった杉の木で、道を開く開運の御利益もあるそうです。そしてこちら引っ張りだこ、頭を撫でると運を引き寄せると言われている開運の引っ張りだこで、高尾山のパワースポットとしても人気だそうです。なで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 して開運を引き寄せたいと思います。タコさんの頭は冷たかったです。そしてこちらは二手に分かれていて、左側が男坂というところで急な階段ですね。そして右側が緩やかな坂道になっている女坂です。私はのんびりと行きたいので女坂の方に向かいました。そして頂上、富士山。わー、気持ちがいいですね。いいお天気、富士山見えます。今年もいいことがたくさんありますように。とっても眩しかった。下りのケーブルカーです。ほら、このね、急な傾斜、ジェットコースター乗ってるみたいな感じでした。2023年どんな年にしたいかな。まあ新しいことというよりは、2022年 YouTube 始めたりとかいろいろしたので、そちらを深めていきたいなと思います。ゲーム配信も始めたしね、セーラームーンの鑑賞配信も途中なので、あ、なんと今年2023年は実写版セーラームーンのなんと20周年ということで、わー、なのでね、せっかく YouTube で一緒に鑑賞配信しているので、こちらも引き続き生配信して、セーラームーンの鑑賞配信は2023年のうちに終わるかな、全部皆さんと一緒に見終わえたらいいなと思います。皆さんもよかったらお付き合いいただけたら嬉しいです。盛り上げていきたいと思います。私の YouTube をこうして見てくださってる皆様には
本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。かき氷以外にもこのようなのんびりした動画だったり、何か撮りたいなと思った時にはいろいろと更新していこうと思いますので、どうぞお付き合いいただけたら幸いでございます。何かこういうことを配信してほしいなとか動画にしてほしいななどありましたら、コメント欄や Twitter や Instagram、 一応 TikTok のアカウントもあるのでコメント等をしてくださったらチェックしますのでよろしくお願いします。もちろんこの動画にもコメント欄等に書き込んでいただけましたらチェックしますので。いや、高尾さんはとっても気持ちが良かったです。空気が澄んでいてとてもとても気持ちよくリフレッシュできました。今の時期ね、ちょっと寒いですが、この日はとっても天気が良くて、まあ北海道もね張ってたので防寒バッチリで行ってまいりましたね。上にある天狗焼きが私のおすすめです。その映像ないのかよってございません、すいませんが、皆さん高尾さんに行って天狗焼き召し上がってください。とっても美味しいです。また春先とかもね気持ちいいので、四季折々で楽しむのもいいかなと思います。お仕事の方もお芝居は続けていきますし、今後もお仕事は続けていくので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。2023年もきっとかき氷は食べ続けると思いますが、でも周りのみんなに体を冷やしすぎないでねと言われるので、寒がりな私なので少しだけ気をつけて控えて、でもかき氷の愛は冷めずにこれからも YouTube で何かお伝えしていきたいなって思ってます。まあ、マイペースに今までと変わらずような感じで YouTube は更新していきたいと思うので、引き続き楽しんでいただけるよう私も YouTube 頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よくわかんない動画ですね。お芝居は続けていきたいと思っているので、お仕事の方は今年も来年も再来年もずっと続けていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ、間もなくお別れの時間でございます。皆さん23年も笑顔あふれる幸せいっぱいの素敵な年にしていきましょう。本年も沢井美優をどうぞよろしくお願いいたします。そしてこちらの YouTube チャンネルもどうぞどうぞグッドボタン、いいね、高評価押してください。そしてコメントもたくさん書いていただけたら嬉しいです。生配信等も引き続き続けていきますので、一緒にのんびり楽しんでいきましょう。なんか話すことあったかな。まあまた生配信でお会いしましょう。またねー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。2023年も沢井美優、よろしくお願いいたします。まったねー。